こんにちは。428続きから読んでいきたいと思います。この前玉編でまさかの爆発エンドでした。じゃあ今日は実り川さんの選択肢から変えていこうかなと思います。雑貨屋の前で何ちゃんだっけ、みくちゃんとぶつかるところだよね。実り川さんはバーニングハンマーの即売会場に向かってるんだけど、その途中の雑貨屋さんの前でみくちゃんと衝突してしまうと。でそこで謝るかパンチするかか。婦女暴行は絶対にダメなので A を選んでおきましょう。悪い悪い、素直に頭を下げた。これで玉編もすんなりいくようになるよね。悪い悪い、先を急いでいるのでここで揉めている場合ではない。しかし女の子は首から手を離さない。うん、おしゃれなシャツがさらにギリギリと締め上げてくる。すまん、よそ見してた俺が悪かった。実り川は喉から声を絞り出して謝罪した。まあいいわ、今回だけは許してあげる。女の子は怒りを収め、手に込めた力を弱めた。まあでも昔からの知り合いなんでしょ実際って。あれ気づいたね。女の子は実り川の顔をジロジロと眺めた。あ、キス実り川さんじゃない。え、めっちゃ距離近いねこの子。パーソナルスペース1ミリしかないべ。自分の名前を呼ばれて、実り川も女の子の顔を見た。そんなに仲深かったのかな。ミクか。そうミク、覚えててくれたんだ。ついさっきまで胸ぐらを掴んでいたとは思えない喜びようだった。ほんと何年ぶり ?5 年くらいかな。まだやってんのか盆栽。うん、文章は一緒か。しかし随分力つけたな。だって私こういうものだもんあ、写真がちょっと違うのね。チラシには女子総合格闘技パブブライド、チラシ持参の方はドリンク無料と書かれている。ブライドもなんかティップが更新されてるかもしれない。はい、経営難の女子総合格闘技団体が副業として始めたショーパブ。あ、そうなんだ、団体がやってて、しかも経営難なんだ店内には八角形のリングが置かれ、若い女の子たちが何でもありのブライドルールで戦う。お客はお酒を飲みながら試合を楽しむ。何でもありだってどんな感じなんでしょうね。お酒を飲みながら女の子同士がリングで戦うのを見るの、それは楽しそうだな。うん、そのうち見に行かせてもらうよ。じゃあ俺急いでるから。そう、じゃあまたね。実り川が即売会場へ向かって駆け出すと、ミクは雑貨店の中へ入っていった。おー、これでタマがミクちゃんと会えるのかな。可愛いですねミクちゃん。ようやく即売会の開催される野金ビルに到着した。おー、着いたか。エレベーターの周りの壁に即売会に関する紙がベタベタと貼ってあった。あ、なんか曲が止まるな。買わなきゃ一生の損、週刊誌で話題沸騰、 100% 痩せる。この辺も文章一緒か。うん、でバーニングハンマーの即売会場に行ったら、まあ、おばさまたちがいっぱいいると。こっから変わるかな。ところがいつまで経っても即売会は始まらない。会場も不満の声でざわめき出した。すると太めの女が出てきて、ステージ上でペコリと頭を下げた。あの喫茶店で会った大食いの女である。なんかもう運命の再会的な。待ちかねた客たちが一斉に拍手をした。いよいよ即売会の開始と思いきや、太めの女が始めたのは手品だった。おー、チリさんが起点を聞かせてやってくれてんのかな。にしてもおばちゃんたち派手だなすごい派手なおばさまばっかりだよな。シルクハットの中から花が飛び出した。うん、すごいねチリさん。会場からまばらな拍手が起こる。太った女は次から次へと手品を続けていく。はい、今度は手にしていた1枚のコインが掛け声と同時に3枚になった。うん、あまり上手くないというか手品の上手い下手はこの際どうでもいい。こっちはスケジュールが詰まっているのだ。バカらしい手品を見ている場合ではない。会場を見渡すと主催者らしい男が立っていた。あんたが主催者か。実り川は男に声をかけた。おー、この二人の会話が聞ける。そうですが、即売会はいつ始まるんだ。
もう間もなくです。あと何分ですから、もう間もなくです。何分かって聞いてんだよ。ですから間もなくは間もなくです。これでは拉致が開かない。あー3分だ。ムスカじゃん。みのりかわさんムスカじゃん。みのりかわは指を3本突き出した。3分経っても始まらなかったら、始まらなかったら、え、何このしょうもない選択肢。ちょっとレイコの希望としてはちょっとみのりかわさんに泣いてみてほしい。泣く。泣いて。泣く。のっぺりとした表情で言った。そんな、お客様落ち着いてください。たまには下手な手品でも楽しまれては。主催者の男はみのりかわをなだめようとする。泣くとこ見たい。あと2分。ちょっと1分がやけに早くありませんか。あと1分。でも3秒じゃん。早っ。それメイドインどこの時計？なんで始まらないのか教えろ。メイドインどこの時計はちょっとスルーしていきましょうか。いや、別に特に理由は。急に口調がしどろもどろになった。純粋に、まずはテニスって言っちゃった。手品を楽しんでもらおうと。そんなわけない。あと30秒。わかりましたよ。実はですね、肝心の商品が、言うのか。商品がどうした？みのりかわの目が鋭くなった。いや、その、なんというか。タイムアップだ！柳下の顔が真っ青に変わった。泣くの？みのりかわさん泣くの？あ！ちょっと！泣くとこ見たかったのに！まあそうだよね。玉編の方を進めないとダメだよね。じゃあバーニングハンマーを求めて雑貨屋に駆け込む玉のところから読んでいきましょう。はい。祈るような気持ちで雑貨屋に駆け込むと、さっき見た段ボール箱がまだ重ねて置いてあった。やった！ラッキー！私は漁るように段ボール箱を開けた。多分このバーニングハンマーをミクちゃんが求めてるってことだよね。中にはみっちりと小瓶が詰まっている。この毒々しい赤色は間違いなくバーニングハンマーだ。この辺は一緒か。じゃあ買う人を教えてください。直接交渉します。それなら構わないけど、じゃあちょっと待ってみる。もうすぐ来るって約束だし。これミクちゃんなのかな。あ、変わりましたね。店員と話しているとパーカーに身を包んだ女の子がやってきた。なんかカバンにボンダッチって書いてあるね。小柄であどけない顔をしている。予約したやつ買いに来たんだけど、どうやら先客はこの人のようだ。うん。突然すみません。このダイエット飲料譲ってもらえませんか。深々と頭を下げるとかぶり物が大きく揺れた。何？倍の値段で買ってもいいです。ダメだって、こんなの見たことないから。興味あるの？あ、興味があるっていう、それだけの理由で買おうとしてんの？なんか店で使うとかじゃないの？でもこんなにたくさんいらないでしょ？いるの。私ね、体が資本だからそのぐらい必要なの。いや絶対お腹痛くするじゃん。へえ、体が資本って何の仕事なんですか？店員が口を挟んだ。あ、玉じゃなくて安田さんか。格闘技よ。知らない？最近渋谷で人気のブライドって。あ、知ってます。コスプレ格闘ショーパブのブライドですよね。結構失礼な言い方してる。突然店員は興奮しだした。何ですかブライドって。私はまるで聞いたことがなかった。女の子たちがアニメキャラのコスプレしてガチで戦うショーパブですよ。あ、アニメキャラか。その情報は今初めて知ったよね。一度は行ってみたいんですけど、完全会員制なんですよね。完全会員制のティップを読みましょう。はい。現在はブライドは定員オーバーで、新規会員にはなれない状態。衣装も試合も過激との噂が人気を呼び、会員証はネットオークションで高額取引されている。そんなに？もうそれもう、接待とかで行くようなところじゃん。定員が私に説明してくれた。それじゃあ、あなた強いんですね。まあね。こう見えてもチャンピオンだし。
女の子は得意げにファイティングポーズをとってみせた。そんな過激なことしてるのかな、ミクちゃんが。ちょっと想像つかないよね。じゃあ私と勝負してくれませんか？私は言った。マジで？勝負？タマ、私が勝ったらこれ全部譲ってください。おお、あんたさ、誰に向かって言ってるのか分かってんの？女の子が余裕の表情で言う。分かってるつもりです。わあ、見たい、ぜひ見たい。店員がいいところで押してくれた。まあ確かに猫ちゃんと女の子の戦いは見てみたいよね。まあどうしてもって言うなら勝負してあげてもいいけど。よかった、交渉に乗ってきた。うまくすればこれでバーニングハンマーが手に入る。女の子は戦う気満々で指をポキポキと鳴らした。指鳴らすと関節太くなるって言うけどね。勝たなくちゃ、何が何でも勝たなくちゃ。私にだって何か得意なことがあるはずだ。確証もないまま戦おうとしてる。それで勝負すればきっと。私は言った。勝負はもちろん。おー、なるほど、戦いじゃないのね。しりとり行ってみてもいいかな。しりとりでお願いします。なんとなくで。はぁ？女の子は拍子抜けしたように口を開いた。それで私が勝ったらそれ全部譲って？っていうか、なんでしりとりなのよ。確かにな。あ、もう始まってんのね。まずはよできた。よ、横浜中華街、いや、だから私は格闘技ファイターなんだってば。これ続いてない？もしかして。続いてるわ。ハ行濁音。なかなかやるな。ば、なにこれ。番長皿屋敷。聞いてる？ブライドの選手なのよ。すごい。無意識に続いてんだ、これ。よ？よを繰り返した。できる。侮ったら負ける。よ。寄せ見て国立公園。おー。ん？あ、負けちゃった。ん？あー！たまー。いや、なんか寄せ見てで、お、すごいって思っちゃったけど、確かにうんついてたわ。私も一緒に負けだわ。何？私はファイティングポーズを取った。さて、じゃあ、戦いましょうか。いや、ごまかすなって。女の子はにやりと笑った。そうこなぐっちゃ。私はミク、ブライドファイターとして受けて立つわ。お、優しいミクちゃん。もしかして見逃してくれたんじゃないの、今の。ボンミスを。路上で？あのさ、世の中には決闘罪っていう罪が一応あるんだけどな。私とミクは店を出て路上で睨み合った。決闘罪だよ、これ。あんたが勝てばバーニングハンマーを諦めてあげる。ただし負けた時は、あんたが全額払って私によこしなさい。うわ、きつ。きついね。え？それってなんかおかしくないですか？嫌ならノーファイトノーギブよ。考えている暇はない。わかりました。いつでもどうぞ。ミクはシャドーボクシングで軽くワンツーを繰り出した。シャドーボクシングのティップ。ボクシングの練習法の一つ。実際にはいない相手をいるものとして攻撃や防御の練習をする。うん。灯籠拳とかね。わー、野獣も集まってきちゃった。お、なんだ？なんか始まるのか？ストリートファイトだ！通りすがりのサラリーマンやカップルからコワモテのお兄さんまで、あっという間に観衆が集まり出した。カップルとコワモテのお兄さんにティップがありますね。あ！ここで来るんだ。カップル、遠藤あちと大沢ひとみ。謎の外国人から逃げる途中で通りかかった。わかった。じゃあここに、ジャンプがあるの覚えておきましょうか。と、コワモテのお兄さん。ヤクザ。天竜組のヤクザ。兄貴分の、小津浅尾と瀬川ゆ太郎の二人。うん。天竜組は、宝田金融という金融会社を経営しており、二人はそこの借金取り立て人を務めている。今日すでに一件の取り立てを終え、これから昼ご飯を食べて次の取り立てに向かう予定。一件の取り立てを終えてって書いてあるから、遠山さんではないのかな。ちょっと怖いよね。天竜組ね、覚えておこう。もう即売会が始まっている時期だ。時間だ。
ぐずぐずしている暇はない。ミクが目の前でフットワークを使い始めた。フットワーク？うわすごい、シュー、左ジャブ、早い、さすがチャンピオンを名乗るだけはある。せや、すかさず大振りの右フックが飛んできた。フックのティップを読みましょう。パンチの一種、弧を描くように腕を 大振りに回して相手に叩きつける。うん、総合格闘技でよく使われる。あー、はいはいはい、あのフィットボクシングでちょっとやったわそんな程度。あ、すごい、めっちゃブレブレだけど臨場感すごい。フックを最小限の動きでかわし、ミクの肩をポンと軽く突き押す。うわー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 、ミクはバランスを崩して前へつんのめった。危ない。うおー、なんだ今の。観衆がどよめきを上げる。かっこいい。ミクは体勢を立て直し、再びファイティングポーズを取った。体幹がすごいね。なんで何が起こったのかわからない様子だ。おーすごい。た、今度は様子を見るように遠い間合いから左足の蹴りを放ってきた。反射的に右手を構えガードの体勢を取ると、それフェイントだった。おお、小気味よいキックの炸裂音がした。でも弾全然痛くなさそうだねおお、あれ、ところが着ぐるみがクッションの代わりになって全く効かない。おお、そりゃこの静止画使った動画風の演出すごいですよね。続けて繰り出された左の蹴り足、おお、キャッチして踏み込みながら押し返す。おおすごい、起点が効く。ぬわー、糸も軽々とミクの体が宙に舞う。おお、その光景に拍手と喝采が一気に沸き起こる。つえーたま、強い。あんた何なの？見ての通り、猫です。何それ、自分のものにしたの？私の言葉にミクは苦笑を浮かべた。いい笑顔。ブライドファイターがストリートファイトで負けるなんて、もう普通の女の子に戻るしか。今日限りで引退ね。はあ。それはお疲れ様でした。ミクが私の手をギュッと握っていった。え、引退しちゃうの本当に。でも最後の相手があんたでよかった。いやいや、選手って言ってもね、コスプレの、うん、まあいいか。はい、私はバーニングハンマーの入った段ボール箱を手にした。持てる？そんなに。結構重いと思うけど。いくらですか？店員は首を横に振った。いや、お代は結構です。え？素晴らしいものを見せてもらったんで、ほんとすごかった。もう安田さんいい人じゃん。自分でもびっくりする。世の中どうなるかわからないものだ。感染料かな？さっきの技。あれ、合気柔術でしょう。何それ？え？さあ、そうなんですか。合気柔術、待って、合気柔術って私言えないんだけど。合気柔術のティップを読みましょう。相手の先手を読んで動きをコントロールする古武術。触れるだけで相手を投げ飛ばしたりする。ああ。合気道に整理される前の武術なので、危険度の高い技が残っている。あ、なるほどね。合気柔術を、なんかこう、いい感じに調整したのが合気道なんだ。合気道ってさ、なんか体格差が関係ないから、こう、小柄な女性とかは痴漢対策に習っとくといいって聞いたことあるな。やろうかな。楽しそうだよね。私は小首をかしげた。またまた謙遜しちゃって、格闘マニアの目はごまかせませんよ。え、じゃあ、タマはさ、それ知らないで使ってるってことは、すごい才能があるってことなのかな。それにしても、ただにしてもらって助かった。じゃあ一応格闘マニアのティップも読んどくか。全部読んでるね。雑貨店の店主である安田大成は、年間350試合の格闘技を観戦している。特に好きなのが、ブラジリアン柔術で、自分でも習いたいと思っている。お目当ての道場もあるのだが、気が弱いために入り口の前でいつもうろうろしているだけ。なんだそれ。ネットから申し込めよ。頑張れよ。
お買い物はそれだけでいいですか？そう言われて私は一つ頼み事を思いついた。お願いがあるんですけど。はいはい。あ！そこにあるネックレス、売らないで取っといてもらえます？後で必ず買いに来ますから。4万円のネックレス。はいはい、了解しました。店員は大きくうなずいた。これでバーニングハンマーの件はなんとかなった。あとは即売会場に戻るだけだ。あ、それ重いでしょう。台車あるから使って。もう安田さん、優しいな結構。結構いろいろしてくれるね。店員は店の脇に置いてあった台車を指さした。助かります。段ボールの山を台車に乗せると雑居ビルを目指して全力で走った。大丈夫かな？落とさない？あ、大丈夫か？よかった。割れた音かと思った。もうとっくに即売会が始まっている時間だ。早く戻らなくては。商品がなくてお客さんが帰ってしまったら目も当てられない。急げ急げ。これ今頃チリさんが手品やってる頃かな。急げ急げ。私は台車を押しながら即売会場に向かった。ああ大丈夫か？あ、よかった。割れた音かと思った。おー、お待たせしました。あ、ちょうどこの場面か。遅いよ、何やってたの。待ちかねていたように柳下が飛びついてくる。その後ろに見覚えのない男の人がいた。緑川さんですね。あ、でもなんかバッテンしてあるな。読んでからにしてくださいみたいな感じかな。誰だろう。お客さんではないみたいだけど。とりあえずこっちこっち。柳下の声に従い、私は控え室へ移動した。遅れてすみません。とにかくいろいろとあって。でも商品はちゃんと持ってきましたよ。よかったね。胸を張って段ボール箱の蓋を開いた。おお！これはまさしくバーニングハンマー。間違いない。柳下は段ボール箱を頬ずりしながら抱きしめた。即売会の方はどうですか？ああ、今。チリ君が手品で場を繋いでる。うわぁ！何それ！言われてドアの隙間から会場内を覗くと、チリが大きなタンクに入ったオレンジジュースを一気飲みしている。やばいよそれ。あれが手品ですか？なんだっていいんだよ。とりあえず時間を潰してくれれば。やばい、なんかもう、あれだよ、血糖値スパイクを起こすよ。私の大嫌いな。いやぁ、やばいよチリさん。それはあっという間にタンクが空になった。死にそう。ステージの片隅には同じような空のタンクが6本も置いてある。やばいな。全部で7本も飲み干したのかと思うとさすがに驚く。客たちも本来の目的を忘れてチリの芸に惜しみない拍手を送っていた。なんか私心配の方が勝つんだけど。なんだこれは。控え室に戻ってきたチリは大量の汗をかいてびしょびしょである。もう少しでモノマネまで披露しなきゃいけないとこだったわよ。いや、偉い。チリ君は本当に偉い。チリさんのモノマネも見たかったな。バーニングハンマー、おかげでなんとか間に合ったよ。柳下が力強くうなずく。うん、よし、いよいよ本番だ。その業者の男性は誰？運んできた人？チリ君がバーニングハンマーをガバガバ飲む。汗をダラダラかく。いいね。了解。そしてタマ君がにっこり笑顔で言う。私もこれで痩せちゃいました。いいね。了解です。うむ。それじゃ着ぐるみの業者さん頼みます。はい。では失礼。着ぐるみの業者さん。待機していたレンタル業者が私の着ぐるみを脱がせようとした。あー、そっかそっか。そういえばそんな話あったね。脱がせてくれるんだっけ？レンタル業者のティップ読んでみましょう。はい、レンタル業者、福間正道、着ぐるみレンタル業を営む株式会社東洋福連の従業員、社長である福間重道の一人息子で、常にウサギの着ぐるみを着用している重道の素顔を知る数少ない人物。重道さんはウサギの着ぐるみ、なんか後々出てきそうだね。子供の頃、保護者参観日に着ぐるみのまま来られて以来、父親と着ぐるみに嫌悪感を抱いている。それでも家業を継げという父親には逆らえない。着ぐるみに嫌悪感抱いてんのに来てくれたの？めっちゃ優しいじゃん。ごめんね。ん？あれ？おかしいな。
業者が首をかしげている。どうしました？柳下が不安げな声で尋ねた。ああ、ダメだなこれ。業者が大きく息を漏らした。これ、ファスナーが絡んでて脱がすの時間がかかりますよ。ええー。なんてこった。柳下が頭を抱えた。業者は着ぐるみをあちこち触ってなんとか脱がせようと試みたが、やはりどうやっても無理のようだ。いやもう、にゃーん。なにどういうこと？突然猫の鳴き声が聞こえて業者が目を丸くした。うん。今のあなた？業者が私を見て不思議そうな顔をした。猫の鳴き声しましたよね。はい。あなた？いえ、私じゃないです。空耳か。声は柳下たちには聞こえていなかったようだ。あーもうついてない。せっかくキュートなダイエットモデル見つけたのに。ね、タマは美人さんらしいからね。社長、あんまり待たせるとお客さん帰っちゃいますよ。どうすんの？私モノマネでもしてこようか。仕方ない。タマくんはその格好のままでいい。あ、ごめん、ちょっとティップだけ読ませてください。モノマネのティップ。はい。チリコのモノマネレパートリー。1、あくびをするアシカ。2、タクシーを呼び止めるアザラシ。3、お経を読む声打ち。4、背中のかゆい部分に手が届かないオットセイ。5、昼寝するトド。じゃあ、わかった。レイコもこれやってあげる。1、あくびをするアシカ。はい。2、タクシーを呼び止めるアザラシ。待って、できるわけないやん。てか、1番から5番までの動物の区別がつかないんだけど。じゃあ3番、お経を読む声打ち。ペチンペチンペチン。